お元気ですか、ボクシビです。今回は 2023BBM ベースボールカードルーキーエディション開封動画、今度はね、後編の7袋にやっていきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。阪神タイガースの野口恭介外野手でございます。広島東洋カープの清水かなと捕手でございます。ソフトバンクホークスの岡上純平投手でございます。阪神タイガースの門別圭と投手でございます。北海道出身でございます。オリックスバファローズの入山海人投手でございます。読売ジャイアンツの相澤博人内野手でございます。オリックスバファローズの杉澤龍外野手でございます。ちょっとね、今日はね、今日は昼間にね、動画上げてますので、ちょっと天気がね、ちょっと当たりがね、ちょっと暗くなったり赤くなったりすることがありますが、ご了承ください。横浜 DeNA ベイターズの近藤龍と投手でございます。2袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの山口あたる外野手でございます。ソフトバンクホークスの森島亮太捕手でございます。同じくソフトバンクホークスの生見選手外野手でございます。ヤクルトスワローズからですね、橋本誠也捕手でございます。埼玉西武ライオンズの古川雄大外野手でございます。読売ジャイアンツから中田歩夢内野手でございます。中日ドラゴンズの浜翔之介内野手でございます。オリックスバファローズの曽谷龍平投手でございます。3袋目でございます。こちらね、北海道日本ハムファイターズと中山照和投手でございます。でヤクルトスワローズからですね、竹岡龍生内野手のカードでございます。ソフトバンクホークスの前田純投手でございます。楽天イーグルスからね、駒子龍二投手でございます。読売ジャイアンツの田中千春投手でございます。オリックスバファローズの西浜雄星投手でございます。中日ドラゴンズの福永博樹内野手でございます。千葉ロッテマリーンズの友和敦貴内野手でございます。4袋目でございます。広島東洋カープの中村隆弘外野手でございます。ヤクルトスワローズの、ちょっと待ってくださいね、坂本匠投手でございます。ソフトバンクホークスの、ちょっと待ってくださいね、吉田健吾捕手でございます。でヤクルトスワローズの村上宗隆内野手のね、カードでございます。千葉ロッテマリーンズの黒川大成内野手でございます。横浜 DeNA ベイターズの松尾志音捕手でございます。読売ジャイアンツの北村里央内野手でございます。埼玉西武ライオンズの三浦大輝投手でございます。で、こちらで、ね、5袋目でございます。で阪神タイガースの富田蓮投手でございます。で、こちら、
楽天イーグルスの黒川文也内野手でございます。でソフトバンクホークスの内野海斗投手でございます。でこちらで、西武ライオンズの、日沼外野手と、読売巨人軍の浅尾外野手の、カードでございます。で横浜寺、読売、千葉ロッテマリーンズの黒川大成内野手でございます。で千葉オリックスバファローズの山下俊平太投手でございます。読売ジャイアンツの萩尾雅也外野手でございます。で千葉ロッテマリーンズの白浜海輝投手でございます。ごめんなさい。で、途中からですねちょっと用事が入りましたので、途中からですけどね、あとのね2パックはね、やっていきたいと思います。はい、まずはね、6袋目か 6パック目ねやりたいと思います。日本ハムのですねちょっとごめんなさい今手袋がね、滑ってちょっとごめんなさいね、はい、できなかなかねできませんけど加藤ですね豪介内野手でございます。日本ハムファイターズでございます。で、ソフトバンクホークスの赤羽蓮投手でございます。で楽天イーグルスの、庄司恒成投手でございます。で読売ジャイアンツのこれはね岡本和真内野手のねカードでございます。でオリックスバフォ失礼しました埼玉西武ライオンズのこれ沢亮介捕手でございます。で中日ドラゴンズの石橋浩太捕手でございます。オリックスバファローズの才木海斗投手でございます。で読売ジャイアンツの門脇誠内野手でございます。で最後のね、7袋目でございます。で日本ハムファイターズの、これは根本遥投手でございます。これ北海道出身でございます。で、ヤクルトの吉村康二郎投手でございます。で、これはソフトバンクの岡上純平投手でございます。でソフトバンクの佐藤浩太内野手でございます。で、千葉ロッテのこれは、勝俣塁内野手でございます。これは、横浜のね、橋本達也投手でございます。で、西武ライオンズのね長谷川慎也内野手でございます。こちら岡本選手は、ね、シリアルではないですね。シリアルかなと思ったんですけどね。で最後は、読売ジャイアンツの松井颯、投手でございます。で以上で 2023BBM ルーキーエディション後編を終わりたいと思います。途中ですねちょっとね、ちょっと用事ができてしまいまして、途切れ途切れになってしまったことを深くお詫び申し上げます。でもねこれもねなかなかいいカードが出たんじゃないかなってね思ってはいます。よかまたお金がありましたらねこういった開封動画もやっていきますしまたね新たにね、2箱ね、購入しました。1箱と10パックですね。購入しましたので登録してこちらも
開封動画としてやっていきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。